1962年、ホンダの自動車メーカーとしての歴史は一台の小さなスポーツカーから始まりました。 F1 への挑戦は早くもその2年後にスタートします。極限で鍛え試みた技術の成果を市販の車に反映させる。私たちの車作りはスタートから世界が目標でした。世界に通用するスポーツカーの開発、それは私たちがホンダであることの証です。そしてそれは私たち一人一人に脈々と受け継がれてきた熱い夢でもあるのです。S360 から数えて28年、今一台の車がファクトリーを出ます。この車は長い夢、無数の夢の集合体です。スポーツカーの好きな人間が集まってスポーツカーを作る。この車を彼というなら、彼は私たちの精神を持った車です。ホンダ NSX。 スパルタンなスポーツカーを乗りこなす、いわば緊張の中にスポーツカーの楽しみを見出す考え方がありました。 NSX、 私たちが目指したのは世界第一級のパフォーマンスを備えながら、さまざまな路面状況に適応する能力を持ち、しかも人間優先の設計思想に貫かれたスポーツカーです。ドライバーを無用なストレスから解放し、そのテクニックのすべてを引き出す車です。ストレスに隠されていた誰も知らなかったスポーツカーの楽しみを解き放つこと、狙いはそこにありました。 NSX、 緊張ではない解放するスポーツ。ここに縦軸に動力性能を、横軸にハンドリングとブレーキ性能を取ったスポーツカー分布図があります。それぞれのスポーツカーが左上から右下へ天の川のようなゾーンを形成しています。私たちが NSX に求めたパフォーマンスは、世界第一級の動力性能とハンドリングの両立。それは天の川を越えて F1 マシンというパフォーマンスの頂点へ近づいていくことでもあったのです。その焦点は一つ、ボディの徹底した軽量化でした。車体を軽くすることでハイパフォーマンスを得る新しいスポーツカー。モノコック、アウターパネル、さらにシートフレームまでアルミ化した超軽量オールアルミボディの採用です。NSX のための新しいアルミ素材の開発、プレスや溶接など新しい加工方法の工夫、そして何よりも強大なパフォーマンスを受け止めるボディ剛性の確保、それはアルミとの戦いでもありました。こうして NSX はかつてないパフォーマンスへの第一歩を踏み出したのです。
スポーツカーの走りは優れたメカニズムやテストドライバーの感性をどう味付けしていくかで決まります。パワーオンの状態は非常にいいね。全然押し出しがないし、普通さもうちょっとね、あ、行き過ぎちゃったと思った時にはさ、開発も最終段階を迎えた1989年2月、 NSX は F1 パイロット中島悟とアイルトン・セナによるテストランに熟成のヒントを求めました。そして舞台をヨーロッパへと移し、熟成への最後の試練が始まります。延々8ヶ月、世界で最も過酷といわれるニュルブルクリンクサーキット急コースでのテスト走行。最大高低差300メートル、200を超えるブラインドの多いカーブ、ミューの低いうねる路面、おそらく1台の車が生涯に出会うであろう全ての試練がそこには待っていました。数値を超えた剛性感が、微妙なサスペンションセッティングが、シート形状までが徹底的に磨かれ鍛え上げられたのです。ミッドシップ、リアドライブ、高度なコントローラビリティを実現するこのスポーツカーの公式に、私たちは新たな性格を与えています。スポーツカーにかつてない広い視界をもたらすフォワードキャノピーデザイン、それは高速スポーツカーにふさわしく徹底した空力追求から生まれたデザインでもあります。より速く、より快適に走るためのミッドシップデザイン、数えきれないほどのアイデアスケッチから私たちはこのフォルムに到達しました。自由にのびのびと描かれていながら、スポーツカーらしい刺激にあふれていること、それが解放するスポーツのデザインです。私たちがエンジンに課したテーマ、それはあらゆる速度域における官能的なパワーフィールでした。アクセルワークに即応するレスポンス、息の長い豪快な加速、自然吸気エンジンは唯一の選択でした。少量生産のスポーツカーのみに許された高回転テクノロジーの数々。共鳴チャンバー容量切り替えインマニシステムは、低回転域から豊かなトルクをもたらすために開発された新機構です。 NSX 用に熟成した VTEC との組み合わせにより、全域にわたるパワフルな走りを可能にします。
3リッター V6 DOHC VTEC。 自然吸気の最高峰は NSX が極めます。NSX に与えたのは優れた資質を持つダブルウィッシュボーンのスポーツ進化系です。それはサスペンションの高性能化への新しいアプローチでした。真似した重量を徹底して軽くすること、その1グラムの軽減がより速いサスペンションを生む。オールアルミ化はそのために必然の決断でした。さらに1本のリンクが圧倒的なコントローラビリティとしなやかな乗り心地を両立させる独創のコンプライアンスピボット。フロント15インチ、リア16インチの前後異形タイヤなど常識を超えた数々の選択が最高の走りを生み出したのです。開放するスポーツカー NSX は、さまざまな環境下でその高性能を発揮させるために最新のハイテクデバイスを装備します。滑りやすい路面での発進・コーナリングを容認するトラクションコントロールシステム TCS。 私たちはドライ路面でのパワードリフト走行をも可能にするスポーツチューンを施しました。一方、止まる性能、アンチロックブレーキは4輪を独立して制御する4チャンネルデジタル制御方式。後輪に荷重のかかるミッドシップスポーツカーならではのこのシステムは、特にコーナリングブレーキに威力を発揮します。高い安定感を確保しながらも操る楽しみを忘れない、これがスポーツカーを愛する私たちのハイテクデバイスへの答えです。NSX のオールアルミニウムボディは必然的にスポーツカー専用工場を必要としました。オールホンダから熟練エキスパートたちが集まりました。彼らがチームを組み、各工程を責任保証する生産システムです。ベルトコンベヤはありません。一台一台、手作りに極めて近い形で、このスポーツカーは作り上げられていきます。NSX が新しいスポーツカー像を目指すなら、この工場はこれからの生産システム、技術の可能性を試す場所でもあります。私たちは知っていました。ベルトコンベヤから最高のスポーツカーは生まれないと。安全は最も優先すべき性能である。この思想はパフォーマンスに優れるスポーツカーにおいてこそより真剣に取り組むべき命題と考えます。中でもそれを最も明確に表すのが NSX のために新しく開発した SRS エアバッグシステムです。速さだけではない、安全性を語れて初めて開放するスポーツカーは完成すると私たちは信ずるからです。
NSX こそ私たちが一番作りたかった車です。ホンダが初めてスポーツカーを作って28年、長い年月を経て夢が現実になりました。 NSX が今ファクトリーを出ていきます。スポーツカーの夢、誰にも真似のできない最高のスポーツカーを作りたいという夢、この夢は終わりだろうか、いや始まりだ。私たちはホンダです。